皆さんこんにちは。今日はね、またなんですが、キーパーグローブ紹介をしていきたいと思います。ですね、昨日に引き続き、ナイキですね、僕が使ってるキーパーグローブで、ナイキかアディダスが一番使いやすいといったところですかね。はい。購入したというネットで購入したんですが、こちら定価はね、ちょっとネットなんで書いてないんですが、1万3000円でした。サイズが8号で、ナイキゴールキーパーコンディションズですね。これは、このキーパーグローブは、この面のところに、このパームのところに、天然ゴム、ポリエステル、シリコン、合成ゴムで、作ってる会社はナイキジャパンですね。で、これは中国製です。はい、じゃあね、ここら辺で、最初の、紹介をやめて、しっかりとしたあれに入っていきたいと思います。まず一つ言えることは、ここがね、見えるかな、ここら辺が層になって溝があって、ここに、通気性を良くするために穴が開いています。はい。で、ここのパームは、ボールを投げるときに、しっかりとね、掴めるような感じのことで、掴んで、しっかりとしたグリップでサポートできるようになっています。でよく見てみると、指のところが、4ミリパームで、この中のところは 3.5 ミリですね。とても分厚くて、とてもいいです。あと、この指の横には、しっかりとね、あれが、あれになって、あれ、えっ、ー、と、あれになっていて、通気性を良くして、メッシュになっていて、とてもね、通気性がいいです。で、これを、よくね、メッシュ素材と間違える人がいるんですが、これメッシュではありません。とても通気性悪いです。あと、ここパンチングゾーンで、しっかりと滑りにくくなっています。で、ここなんですが、なぜ測れるかというと、ここに骨入れれるなと思っ、入れれるんですが、実際。でも、実際使うのは、一回つけてみます。はめてからここを取って、この指の余りのところをこうやって詰めるような感じのためになっています。あと、ここは2段で止められるようになっていて、しっかりとしたね、フィット感を求めています。ここら辺ですかね。しっかりとね、しっかりとしたグリップ力で、どんな天候にも対応してくれる、頼りのキーパーグローブなんですが、実際ね、まだそんな使ってないんで、グリップそんな良くないんですが、こういうナイキ系のグローブは、試合数を重ねるごとによってグリップが増していくようなキーパーグローブだったような気がするんで、これからもどんどん使っていきたいと思います。じゃあね、また見てください。